はい、ローガン・ラガーズの原宿メモリアル番外編、これ達人のワッチ君の番です。どうも、野川です。いつもに全員集合。あれですね、10月は神無月と、はい。ね、出雲大社に全ての神様が集まってると。ああ、聞いたことありますね。はい。ね、だから出雲、島根県ですか？あそこは神在月っていうらしいですけどね。おお、七福神とか集まるんですか？どうなんでしょうね。普通の、でも普通の神社の神様、なんでも七福神なのかな、わからないですあ、わけからない。ど。あとなんか右隅にマイナス205ってこれなんですか？これまでの累計ポイントですね。累計ポイント。はい。はい。なんかいい具合ですね。え、何がいいんですか？ 僕はこれをまずゼロに戻すことから考えなきゃいけないですからね。わかりました。はい。はい。今日もよろしくお願いしお願いしまます。す。はい。まあ、だいぶ最近も定着してまいりました、野は垣い。君の、お絵描きコーナー。はい。お絵描きコーナーってことでいいんですか、タイトルは。お絵描き劇場だったかお絵描き劇場。あ、そういう名前があったんですね。はい。お絵描き劇場。劇場。はい。今回の、じゃあ、テーマ、大まかなテーマはですね、はい。人物人物。にしてみたいと思います。まあ、特徴のある人物をちょっと取り上げてみますのなるで、ほど。まあ、はい。全身でもいいですし、顔だけでもいいですし、はい。はい、書いてみてください。はい。それじゃあ、いきますね。はい。まず、黒柳徹子さん、お願いします。まあ、人の絵は難しいですね。さやっぱり髪型だと思いますが、それを見て徹子さんだと分かるかということですね。さあ、できました。もうできた。はい、お願いします。これは分からないですね。何でしょう、これは。なんかマッシュルームみたいなってなかったでしたっけ？玉ねぎ頭ですよ、玉ねぎ。黒柳徹子さああ、そうだそうだそうだ。んは。これは玉ねぎじゃないですよ、ね。なんか、何でしょう、裸の大将がお構いになっちゃったみたいな感じですよはね。マイナス10ポイント。い。難しかったですかはい。いえいえ、ね。大丈夫でございます。じゃあですね、これは簡単ですよ。はい。アントニオ猪木さん。ああ、これはこいい。れはもう全身で描いてもいいし、顔だけでも分かるかもしれないし、小道具もあるし。猪木さんね。まあ、の顔の長さ。まさしくロングロングアゴー。でございますが、さあどうでしょうか。なんかね、色とかも一応あるんで使ってもいいですよ。ああ、そういう小細工は使わない。使わない。はい。できました。はい、お願いします。まあ、誰だと言われたら、はい。まあ、そのまず顎と、あとそのパンツ一丁になってる感じが、からまあ推測できなくはないですね。あとほらダーも知ってますよ。ああ、そういうことね。でも明らかになんか、なんでしょうね、新聞の4コマ漫画に出てくるようなキャラクターっていうんでしょうかね。ゼロポイント。ゼロだった。はい。次はですね、はい。タモリさん。タモリさん。これはもう分かりやすい髪型とアイテムがありますから、顔でですかね。まあ、似顔絵をパッて描ける人ってすごいなって思いますよね。才能ですよね。才能ですよね。よく昔モノマネ王座決定戦とかね、ああいうのでこうちょっとしたイラストとかがね出てきたりとかってありましたけど。はい、できました。はい。お、
これはわかるかもしれないですね。昔のタモリさんっぽいですね。そうそうそう、そういうイメージしました。うーん、5ポイント。お、やったやった、プラスだ。うん、これはまあわかるでしょう多分。はい、はい、次はちょっと人物ではないですが、はい、相撲取り。相撲取り、まあ分かりやすい特徴いっぱいありますから。さすがにね、朝青龍とかね、白鵬っていうのは難しいと思います。相撲取り全体だったらね。そうですね、さあ、残り時間ももうありませんので、これが最後になると思います。はい、今終わりますね。はい、はい、できました。お願いします。じゃらじゃん。あー、雑ですねなんか上に力注ぎすぎちゃいましたみたいな、うん、マイナス200以上もかぶっちゃってますし、ねまあただ誰何かと言われたらまあ分からなくはないので、うん、0ポイント。あー、なるほどね。でも今回あれですよ、マイナス205からスタートして、はい、マイナス210にしかいかなかったと。おお、これ画期的なことですよ。これマイナス5しか増えなかった。そう、おすごい、まあ、5しか減らなかったってことですよね。うん、よかったんじゃないですかね。ええ、いよいよ僕も絵が上手になってきたってことですよね。上手ではないですけどもね、なんかその特徴を捉えるってところがまず第一歩なのかもしれませんね、うん、はい、今後ともこうやってですね、絵を上手に描いていきたいなと。止まるんですか。はい、はい、以上でよろしいですか。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。